ちの限り激しくライブゴーゴー。欲望だけで正気を保つ心乱すように陽炎の先で手招きしてる幻が笑う一瞬の油断さえ命取りの世界さ。命の限り立ち向かうデザイン。もしも倒れてしまえばここは孤独なレスティングプレイス。灼熱の風吹く砂嵐の中激しくライブゴーナンバーワンの凄腕美人を目指す14歳。コスナルチェンジ。事件があればスーパー装備のコスナに大変身。砂漠の悪い奴らバッタバッタとやっつけるの。じゃじゃーん。参りました。時には失敗することもあるけど先生の言葉に励まされて頑張っちゃうぞ。本当にこのままでいいんだろうかと思う時がある。関東大砂漠一の凄腕美人を目指して弟子入りしたのはいいものの、やってることは凄腕美人とは程遠い。奴らが動いた。南の22台。おい、おい。あ、はい。何やってんだバカ。ちゃんと風船玉回収しとけよ。はい。どうなってんだよ。どこだ、どこ行きやがった。全また消えやがって。やっぱ黒ロマンとこのやつか。決まってんだろ、行くぞ。お母さん、おい。なんだその格好。何やったんだ。ハッパチまで取られた。何者だか知らんが、とにかくやめ。一旦陣地までずらかるぞ。待ってくれよ。あーちゃあなたたた足の裏がガッツ。あったあった。あと2個か。こんなことばっかやってちゃちっとも目標に近づけやしない。そう、関東大砂漠最強の凄腕美人に。引っかかったな砂坊主。そう、俺としたことが罠にかかってしまった。大ピッチ、どうしよう。ここが砂漠の妖怪砂坊主の墓場となるのだ。死ねバカな、この正確な射撃は。おやおや、危機一髪のところを救われたぞ。誰だろう。砂漠の便利屋コスナ参上。砂漠に救うアクリートリをさっさとお家にお帰んなさい。なに、あの関東大砂漠一の凄腕美少女と言われるコスナちゃんだと。コスナタンモヘ、隊長、僕たち交代します。
お砂のおかげで助かったよ。もう俺の力なんか必要ねえ。これからは小砂は独り立ち。立派な便利屋。おめでとう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 。とにかく今は間抜けなチンピラ相手の仕事でも必死にやんなきゃ。間抜けなチンピラだと？風船玉にスカップ、みんなてめえが細工しやがったのか。かまっておしみが、ギッタギッタにしてやる。砲弾ちびったか。すっごい右か。この野郎、仲間に置いていかれてパニクりやがって。で、おめえは何やってんだ。不意をつかれたとはいえ、素手の野郎にやられやがってよ。満足に後方支援もできねえのか。すみません。そんなざまじゃとても前線には出せねえっていぬ。はい。だいたいこんなくだらねえ仕事、本来なら俺が出るまでもねえってのに、弟子にはこの調子じゃ任せらんねえぜ。はい。おめえ、仕事の最中に余計なこと考えすぎなんだよな。今回もまたブーってしててんでる。はい。なんでこんなに使えねえのかな、もう。あーくそ、またかんだ。やっぱダメか。砂漠で降ろうとは寿命短いな。英人に調整してもらうしかねえか。バッケロー、てめえの扱い方が悪いのを棚に上げて寝ぼけたこと抜かすんじゃねえ。でもよ、おやさん。うるせえ。そんなにトラブルが怖えんならナイフ一丁ぶら下げてろ。てめえに売るような銃はこの五十嵐銃砲手にはねえ。おっと、あ、お、相変わらずっすね、五十嵐名人。ああ、くそったれじゃねえか。まだ生きてやがったか。おかげさんで。今日は何の用事だい。あ、俺じゃなくて、このガキの方なんすよ。はじめまして。砂坊主先生の下で働いてる、小泉太子と言います。いや、こいつがね、仕事失敗したのを銃のせいにしやがって、どうしても強力な奴が欲しいってもう聞かねえんですよ。ちゃんと当たったんです。でもちっとも倒れなくて、もっと強力な銃があれば、きっと倒せると思うんです。おめえね、当たるとか当たらねえとか、強いとか弱いとかの問題じゃねえだろ？あの薄らバカに見つかったのが原因なんだろうが。それはわかってます。けどあの時、自分の失敗の尻拭いができなかったのが悔しいんです。おめえね、最近なんか深く考えるようになったけど、いいんだよ。女の子はあんまり頭使わなくって。嫌です。私は自分のことは自分でできるようになるんです。わかった、ついてきな。おーひー、これ撃ってみろ。あ、どうした。こんなんじゃなくて、308アサルトライフルとマグナムのハンドガンが欲しいんです。おいおい、おめえら身の程知らずだっていうのは分かってます。でも一発で相手をぶっ飛ばせる強力なやつが欲しいんです。お願いです。絶対使いこなせるようになってみせますから。腕見せてくれねえかな。気入れて作るんだ。役立たずには持ってもらいたくねえんでね。わかりました。どんな銃でも撃ってみせます。じゃあ手始めに。はい。223ですか、それともいきなり308ですか。穴掘ってもらおうかな。え？スコップはそこにある。わかりました。銃買いに来て、なんで穴掘りしなくちゃいけないんだ。違うだろ、おめえは大きなスコップがいいんだろ。あ、そういうことか。
言いたいことは分かってる。分相応をわきまえろって言いたいんでしょ。私の体に合った銃にしろって。かわいいわね。負けるもんか。私は絶対に負けないんだ。私にふさわしい銃は超強力な銃なんだ。308が欲しい。誰にも負けない銃が欲しい。あの井戸なり金どもまだやってんのか。ええ、北の白骨都市で。確か黒沼と富川だっけ。おめえもつまんねえことに首突っ込んでんな。しょうがねえっすよ、無限屋から回ってきた仕事なんで。あ、でも期間限定で盲腸で入院した用心棒が退院するまでの間っすから。お、明治、それもしかして。さすがだな、気づいたか。じゃあやっぱり。ああ、パッと見そこらの M2 と何も変わらねえんだが、ファーストレプリカだ。ああ、おめえも知ってるだろう、この関東大砂漠で使われている銃は全て暗黒時代の発掘品を元にしたレプリカだと。白骨都市から掘り起こされたオリジナルは例外なくオアシス政府に徴収され、審査研究された後、民間にふさわしいと思われるもののみ俺たち一般市民へと供出される。政府の建物の奥深く厳重に警護された倉庫には貴重なオリジナルの数々が眠っているという。確か宝物庫って呼ばれてるんですよね。ああ、俺も噂でしか聞いたことはねえがな。そして中には現在の技術では解析すらできねえ暗黒時代末期の超技術なんかも眠ってるらしい。で、そのオリジナルをもとに最初に複製されたのがファーストレプリカってわけだ。え、おお。ふっ、どうだい、そこらに出回ってるレプリカのレプリカとはわけが違うぜ。使ってる材質から工作精度、どれをとっても超一級品だ。あ、けどどこのお大臣なんです？こんなもんオアシス政府によっぽどコネでもあるか、でっけえ金でも積まねえと。お、このどっかで見たような悪趣味なカスタマイズはまさか。そうよ、俺様だ。相変わらず想像しいやつだな。こいつは失礼。関東大砂漠最強の便利屋、砂坊主様は、土地争いという大事件を抱えて、お疲れだったよな。天雲先生こそ、犬目岩の時には大活躍で、危うく手柄を持っていかれそうだったもんね。ああ、それより名人、頼んでおいた銃はどうかな。ここんとこ立て込んでてな。無視すんな。悪いが、あと2、3日待ってんだ。天雲、あん時は情けなかったよ。前の銃と全く同じようにしていただきたい。そのためなら何日でも待とう。あ、おい、てめえ！おめえ、最近随分と羽振りがいいみてえじゃねえか。取り立て屋ってのはそんなに儲かんのかい？取り立て屋は廃業だ。それじゃ名人、また来るぜよ。ああ、ドアの修理代もその時にくれ。承知したい。あ、おい！これだけは教えてやる。金はな、貧乏人の家の軒下には埋もれてねえ。どこに埋まってると思う？はあ？戦場だわさ。はっ！よくわからねえが、あの男いい金づるを見つけたらしいな。人間地道が一番ってもんですよ。これまで続けてきた取り立て屋をやめてまで何やってんだか。よく言うぜ、
おめえだってこのまんま便利屋で終わるつもりはねえんだろ。え、それ買いかぶりすぎってもんですよ、名刺。そらそうだ。さて行くか。え、いい加減限界だろ。ああ、もう見に来てるかい。私、ほらよ、水、バーカ、張り切りすぎるんだよ。でもほらよ、これだろ、お望みの品は。308フルオート FN ファルダ G3 系列よりはちと重いが砂漠には強い。重い。けど、お、150メートルを一発で。バカでかい。やたら長くて重くて大きくて。AK だともっと跳ね上がる。あれは軽すぎるんだ。どうする？なんなら他のも試してみるか？今なら M14 も64式も揃って、ん？私にはやっぱり無理ですね。こんな大きいのと予備の弾持ってったら、砂漠を渡るのが精一杯で仕事になりませんよ。先生に絶対迷惑かけちゃいます。銃は道具だ。道具は生かすも殺すも使い手次第。いい道具を持ったからって強くなれるわけじゃねえ。あいつを見てみろ。あ？俺？俺は55年生きてるが、こんな嫌な人間を見たことがねえ。卑怯でケチでチビで底意地が悪くて、なんだか知らんが、ムンムンギラギラ威圧的だ。名人、いくらなんでも、そりゃ。だがな。だがな、なんといっても一番ムカつくのは、この野郎は親父の形見のオンボロ散弾銃一丁で、この地獄の関東大砂漠を渡り歩いてるってとこだ。あ、308や223、ロケットランチャーにグレネード、挙句は武装ホバークラフトまで手玉に取り、今もこうしてのうのうと生きてやがる。あのポンコツショットガン一丁でだ。それだけでもいかにこいつが悪辣に汚らしく生きてきたか、手に取るようにわかるじゃねえか。ああ、いや、その、一生懸命生きてるだけで。どうだ、嫌なやつだろ。はい、とっても強い人だと思います。ん？お、お、ふふ、なるほど、強い人が。その時やっと私は理解できたんだ。私が本当に欲しかったもの、それは強力な銃なんかじゃない。そう、それは。どうだ？
ぴったり、手に馴染みます。待ってろ、もうちょい調整してやる。はい。おい、何ですか先生。その9ミリ短期貫銃、威力は劣るが使いこなしの難しい代物で。はい、頑張って自分のものにしてみせます。せいぜい楽しみにしとくぜ。ちくしょう。要するに五十嵐名人はあいつにそれを使いこなすだけの腕があるって判断したんじゃねえかよ。で、はっきり言っとくけどな。はい。美人でおっぱいの大きな女の子は自立しなくても生きていけるんだからね。さあ変態だ。アイゼの位置が分からねえ。引け、引くんだ。おお、落とし穴だ。気をつけろ、トラップだぞ。消えたぞ。こちら南の11の敵は無力化した。北の8の仕込みにかかれ。俺は残った連中の追い出しにかかる。了解。お母さん。まだ一発も撃ってない。あ、いけないいけない。余計なこと考えないで仕事仕事。なんか穴掘ってばっかだけど、これもみんな修行修行。私が本当に欲しかったもの、そう、それはきっと自分の弱さを認められる強い心だったんだと思う。全てを手にしようとしてた。干からびた心の奥で、わずかに残る痛みを押しつぶすように目を閉じる。ボケガエル、みんなでハーハーしてね。あ、本当の次回は兄弟と幼馴染。見逃したらマジ萌えアニメにしちゃうよ。